えー、NGO2030 NGO とはということなんですがあの、古くはというか2015年ぐらいから、えー、NGO の主要メンバー、あの NGO、今の NGO2030 の主要メンバーになっている者たちがアメリカに訪問して、えー アメリカにおいて NGO の立場というか NGO がすごく主体的に政府と対等な立場であの社会を変えていくようなアクター主要なアクターになっているということを学び日本でもこう NGO のとは一体何だということ NGO の立場というか NGO の存在社会の中でのアクターとしてどういう役割があるのかというのをいま一度見直してじゃあどういった NGO、えー、としてはどういう ビジョンでこれから取り組んでいったらいいのかというもう少し中長期的なビジョンを見るためにできた有志のグループですなのであのこちらに参加団体ということで書いてありますがまた個人のレベルでもかあのこちらに関わっている方も多くいらっしゃいます で、その2018年の NGO 研究会、あの、外務省からのご支援も受けまして、その中で成果として、今後の NGO の目指すべき方向性というとこちらのアクションプラン、アクションプランというので出させていただきました。これ一つ一つ説明するとすごく長くなってしまいますので、詳細に関してご,ご関心ある方はぜひ、あの、この QR コードからアクセスしていただいて、見ていただければと思います。そうした、あの、社会の中での NGO の役割、 何ができるかできないかということも含めて、えー、またあの、社会の他の企業、えー、学生さん、いろんな,あのいろんなアクターがいます、そういったところとどういうことが連携できるかということを切り口にしながら、ウェビナーであったりとか、いろんな場において、えー、連携を模索しているということです。 今日はそういったことから、あのビジネスと人権という本当な一種のところからあのお話しさせて、えー、若林さんにお,お話ししていただきますが、その中でも NGO が、じゃあそのビジネスと人権に絡んで、NGO が協力できること、NGO が取り組まなきゃいけないことということを見直していきたいと思っております。私の話ばかり長くなってしまう、教えでくださいね。早速ですと若林さんの方に振っていきたいと思います。若林さん、どうぞよろしくお願いいたします。 はいえー、ご紹介いただきました若林ですあの。早速時間がありませんので進めさせていただきたいと思いますがまずは、えー、今日のプレゼンテーションのファイルを共有をさせていただきたいというふうに思い、えー、ます。ちょっと瞬間お待ちください。はい。あのー まあ何かのお話したいかっていうのはまだに迷ってるんですけれどあのあんまり難しい話はなるべくしないようにしたいなぁと思ってます。まあ広い意味で今日のテーマは人権 ではないかなというふうに思ってます。まあ、それをその中でやっぱりビジネスに限った人権とは何かということについてあのちょうどおまちのお話をしたいというふうにあの思います。まあ、私が少し変わった経歴をこれまで積み重ねてきました。まあ、その中でま国際社会の中で人権はどう捉えられているのかと。 その中で人権を捉えるときにですね、一つでも二つでも気づきがあったら大変嬉しいなというふうに思ってますし、最終的にビジネスと人権の概要ですね、き今日すべてお話をすることはできませんし、その中で自分ができることは何なのか、一つでも二つでもなんか次のステップに、アクションにつなげられるようなことを感じていただけたら大変ありがたいな、と、そんな思いでお話をしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 お願いします。 まあ、あの自己紹介なんですけれど、あの国際協力 NGO センター、JANIC という、まあ、ネットワーク NGO ですね、中間支援組織とも呼んでますけれども、その事務局長ですが、まあ、あの企業が集まっているグローバルコンパクト、ネットワークジャパンの理事をもう8年ぐらいやってるんですかね、えー、その中で経営執行委員ということで、今年からそういう、まあ、あの経営に変わるようなところの委員にも,もうなりました、あるいはアジアの、まあ、開発連盟という、まあ、アジアをネットワークで結んでいる30ぐらいのネットワーク NGO もいいともと、まあ、私自身はあのまさに、えー、ヤマハ株式会社っていうバリバリのですか、ね、製造業出身で、まあ、そこで培われたものが私自身はやっぱ結構原点にあるかなと。 でまあ、労働組合、また労働組合と全然違った視点で,です、ねあの、逆の立場から、労働者の立場から企業を見るという、まあ、そういう経験をさせていただいたり、まあ、ワシントンの日本大使館であの外交官として、えー、ODA の仕事をしたり、まあ、参議院を、まあ、させていただいたり、シンクタンクで、えー、研究をやったりとか、ですね、まあ、アムネティインターナショナル、まあ、日本で1年ほど、1年すいません、6年もやりましたね、事務局長をやりました。そこであの 国際的に語られている人権とは何かということを徹底的に学んだということですので、私自身が人権の専門家では必ずしもないかもしれませんけれど、さまざまな経験を通じて、やっぱり国際社会における人権とは何かということを体得できたのかなというふうに思っておりますので、そんなところ私の話すバックグラウンドにあるんじゃないかなというふうに思っているところであります。 はい、でまずその、まあ、人権とは何かということであの皆さん、一言で何か人権とはと言ったときにあの自分の言葉で説明できるでしょうかあるいはどういうふうに説明されるのでしょうかと、まあ、若干、やっぱ日本ではあのこれまでの歴史的な背景もあって人権についての捉え方が少し苦手、まあ、ネガティブ。 あ,のあるいは距離を自分自身空けちゃってるみたいなところはあるんじゃないかなと思いますが、まあ、ここ5年10年でだいぶ変わったと思いますがまあ、まあ、一言で言えば人間が人間らしく尊厳を持って生きるための、まあ、全ての人に保障された不可侵の権利と。 まあこれ言うとますますわからなくなった感じもしますけれど、まあ、誰も奪い去ることができない、どの国に生まれても、どんな宗教を持ってても、どんなにあの言語が違っても、文化が違っても、保障されなきゃいけない、誰も犯すことができない権利なんですね。 ですから、やはり、えーまあ、今後その、まあ、今、問題になっています、まあ、ウイグルとかあのミャンマーとかあるいは、まあ、あのアフガニスタンというそういうところで人権侵害が同じ人間としてその人権が侵されているとしたら我々自身が侵されていると等しいんですよね。 まそのために我々自身がやっぱ何ができるかということをやっぱり考えるきっかけにしてほしいなと思ってます。で、私の一つの理論は、権利権利っていうまあ人権を言うときに権利を主張するということになりますが、元々の権利の理は理解の理、理屈の理だったんですね。日本語訳は それは福沢悠基が県の利にしたんですが、まあ、役人があの権利を利益の利にしたと。まあ、そこからそやっぱ捉え方がやっぱ変わってしまったという意見があります。まさに今のこの人権というのは、この県の理屈の利なんですね。断りであり、ルールであり。 まさにそれ自体なんです。そうすると非常に本来は分かるものがですね、まあすり替えられて利益を主張するものだみたいな形になったっていうのはちょっと不幸だった歴史があったかなというふうに思います。まあそういう意味では、その、もう、 ある物事を自分の意思で、えー、まあ、自由に行ったり、えー、まあ、できる、まあ、ルールなんだということを、まず理解してほしいなというふうに、あの、思ってます。まあ、そういう意味で、あの、ヒューマンライスと日本で捉えている人権っていうのは、これまでちょっと違った、あの、捉えがられ方をしておりましたけれど。まあ、だんだん近づいたんですけれど、まあ、そもそも、皆さんが、持っているという、人一人の、まあ、理屈なんだと、とルールなんだと。 それがやっぱ世界で犯されているんだということなんですね。そういう意味では、まあ、自分ごととしてやっぱり捉えていただきたいと思いますし、皆さん一人一人が人権の塊なんですね。えー、ただ、残念ながら、あの世界では半分以上の人が人口でですよ。えー、あの、まあ、表現の自由がないとか。 あるいは自分で選ぶその選挙で公平な選挙であの代理人、代議員を選ぶことはできない政治家を選ぶことはできないとかですね、えーまあ、いろんな制限が現実的にはあるのも、まあ、事実でありますので我々は日本にいるとそういうことにもう守られちゃって当たり前のように思いますけどその当たり前のことが 世界では実現されてないな、まあ、それが今の、まあ、世界の状況に対してですね、われができることは何なのかというところでありますんで、まあ、そういう意味ではグローバルな共生社会に向けてです、ね、まあ、世界の共通言語なんですね。で、何よりも大切な優先する価値観なんだということを含めてです、ね、レー自身は何をしなきゃいけないかということをまあ考えていただけたら大変ありがたいなというふうに思ってます。 でちょっとオリンピックネタをあの少し挟みたいと思います。まあ、いろいろその開催を巡ってはあのいろんなご意見がありましたけれど、まあ、先日オリパラを、まあ、オリンピックをまずあの8月の8日日に終えてですね、まあ、来週からあのパラリンピックがあの始まります。 でえー、よく言われるのはオリンピックというのは平和の祭典とか人権の祭典とか、まあ、言われますけれどあの第1回目の近代オリンピックギリシャでおけ行われたオリンピックには女性は参加できなかったんですね。 女性さえ、女性が参加できないところからスタートしていろんな議論を積み重ねてきて、まあ、今日の,あのオリンピックになっているという現実これは皆さん一人一人がやっぱり議論した結果あのやっぱり人権を守っていくということで1900年になってから最初の頃にオリンピック憲章がまあ定められて、えー、徐々に変化してきたんです。でオリンピック オリンピックの根本原則というのはオリンピックの検証の中の一部としてありまして、えー、それもどんどん変わってきたんですねで最近では2014年にはあの単なる性別や性的思考というかですね、えー、社会のルーツ財産運々身分などの理由によっていかなる差別にはならないということが決められてき、えー、たんですまあその中で東京オリンピックがまあ開催されてこの根本原則に見合ったものになったのかどうかと いうことをやっぱり考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。まあ、性的思考っていう意味では LGBT ですよね。ただ残念ながらこの直前の日本の国会の中では LGBT 法が棚上げになってしまって議論されずに今あの中ブランになっているというところでありますんで。 えー、その発言を見るとです、ね、びっくりするような発言が結構飛び出してです、ねあのー、種の保存から反するとかです、ねえー、トランスジェンダーの人が、あのー、オリンピックに出てもともとの生物的な性が男性の人がいろいろ記録を塗り替えておかしいことが起きているとかです、ね、そういうことが平気でやっぱり政治家の口から飛び出していると。 いうこと自体が私にはやっぱり非常にびっくりしましたしこれ本当に捉えたらもう開催どころじゃない大変な騒ぎに本来はなってるはずなんですけれど、まあ、そういうことがいまだにやっぱり発言として出てくるということは非常に残念だなというふうにの思いますんで、まあ、そもそもこういうことがあるんですけれど、えー、すみませんちょっと。でもう一つ大事なのは人権の祭典なんですが あの政治的な宗教的な、えー、今、この下の部分が英語が見えないんですけれど、あのー、すいませんね、えー、オリンピックのサイトでは、ですねレーシャルプロパガンダをやっちゃいけないという、プロパガンダいわゆる抗議活動はしちゃいけないというのはちゃんと50条に、あのー、書いてあるんですね。 ですから今この間あ1968年の,あのオリンピックなんですけれど2 0 0ーの黒人の選手が 表彰台があって、右手だったと思うんですど黒い手袋をやって、えー、抗議をしたと、差別にですね。しそしたら、この2人は完全に追放されてしまって、1人は自殺をする、あるいは任意の人が、えー、白人の人だったんですけれど、あの同調すると言ったら、その人もまあ大変なさあの状況に追い込まれて、ですねあの結局、スポーツを続けられなかったということが現実に起きたわけですね。でこれはどこに根拠があるかというと、この50条なんです。 で原則には書いてあるんだけれど、表彰台でそういう抗議活動をしちゃいけないと、しかし今年のまの、あ、オリンピック、ご覧になったようにです、ねえー、この,肩あの膝をつくっていうのは抗議なんですね。やっぱりこのさまざ、あ、まな差別活動についての、やっぱりブラック・ライムズ・マターに由来する抗議活動を、まあ、やるということが緩和されたんです。ですから前後であれば、それはいいということになったんです。 しかしあの米の砲丸投げの選手がその表彰台の時にこのクロスをやったんですね。でクロスっていうのはいろんな多様な人が間違える接点であるってある意味じゃ抗議行動なんです。でこれをもって今あの表彰台に登った時に抗議、えー、活動をしたということで調査を始めたんではありますが本当にこれで処罰できるかっていう状況には今だんだんなくなってきてると。えー、イギリリススのののトトップのアスリートの人が 抗議することとも人権の一部なんだと基本的に人権を認識するべきだということがやっぱり、えー、背景にありまして、まあ、あの大阪なおみ選手のこの、えー、ブラック・ライブズ・マターの,この人の名前を入れたものは、まあ、あの全米選手権でやったとかですね、まあ、いろんなことが徐々にです、ねまあ、進んできているというのが今の現状じゃないかなと思います。まあ、ベラレウシのの選手の亡命もありました えー、ミャンマーの選手はオリンピックではないです直前ですけれどあの平和の,あの抗議を表す三本指を立ててですね、まあ、それで、えー、在留許可を今もらっているところですね、まあ、そういう、まあ、場にはなってはいるんですけれど、まあ、徐々に、えー、人権というのはやっぱりそのお互いに干渉し合うべき国際社会の関心事項なんです。 ですが単なる政治活動とは違うということがやっぱり認識として変わりつつあるんじゃないかなというふうに思ってますんで、まあ、この左下はあのアムネスティがあのロシアとあのロゴをつけてですねこれはスウェーデンのチームなんですけれどあの企業なんですね企業がスポンサーをやっててでスウェーデンがそのあのワールド、えー、と国別対抗のやつがあって でロシアの人権侵害、特にやっぱり LGBT とか当時、そういう差別があって、ですねそれを抗議する意味でこのロゴをつけてやる、まあ、これ、サッカーという FIFA は比較でこういうのが昔からやっぱり進んでてですね、こういうことを抗議ことをやっぱりあの許可をしているというのがありましたので、まあ、今後、さらに変わっていくんではないかなというふうに思ってますんで、ご紹介申し上げたというところであります。 でビジネスと人権に徐々に入っていますけれど人権を侵害された人々が作ったサービス、製品をあなたは買えますかと。いや、買わないですよ、私は。例えば、ファーストファッションでものすごい低賃金で壊れそうな工場で作られたジーンズを買えますかいや、買えませんよ、そんなの買うわけないじゃないですか。教育を受けるべき子どもが生産に関わったチョコレートを買えますかいや、それはやっぱり教育は子ども やっぱりその義務教育を行ってちゃんとまあ教育を受けるべきだと、そんな作られたチョコレートを買えますか、買えません子どもの危険な労働によって採掘されたコバルトですね、リチウム電子ではコバルトが原材料になって、それが今後民主共和国で世界の7割がそこで作られてるんですが、それは自動労働だった、危険な労働だったりなんかしてるんですけれど、それを我々は携帯電話とか、まさにもうこれ電気自動車ですよね、え。ー いや使えますか買えますかいや、買えますよ。だって、電気自動車こんな環境優しいものないじゃないですか。いや、もちろん買えますよ。しかし、まあ、この最初の2つの問いについては、はい、買えます。だって、そんなことは知らないし、安ければいいんだと。まあ、自分は環境に関する意識は高いし、気候変動に貢献するために電気自動車をやっぱり買ってるんだという意識があ,あると思うんですよね。ですからこれは やっぱり知らなければ買ってしまうんですはい買いました買ってきたんです我々はでも現実にはそういう低賃金だったり、えー、まあ、自動労働だったりこのコバルトも非常なあの問題があって環境にも悪いしリチウムそのものが あのチリのまあ潮の湖の中でえろ過したものをそれを細工するために今これが大変なあの環境負荷でまあ実際にえ電気自動車を作る製造過程においてはえガソリン車よりもあの多くの CO2 を排出するというのはもう現実で今でも分かっていることなのでこの環境問題と合わせた時に本当に急接種になるのかどうかというのは今後のまあ大きな課題じゃないかなと思っていますで。ここで つまり自分の手元は電気自動車乗ってるんだからもう,あもうこれも CO2 をはさないしもう環境問題安いんだそれ自体は事実かもしれないですけどその製造過程におけるところにどんな人権侵害がどんな環境破壊があったのかっていうことは知らないです。これもけど あのやっぱりその空間的に転換が起きてるんで見えないんですね。余計見えにくくなってる社会に我々いるということであればそれを見えるようにしていかなきゃいけないっていうのが一つ背景にやっぱあるんじゃないかなというふうにあの思ってます。でえーなぜ 今、ビジネスと人権なのかというところなんですけれど、な、ま、ん、あ、といっても、まあ、ビジネスの影響力が拡大したというのが、まあ、最大の大きなところですね。えー、あるまあ2016年に NGO の、まあ、大手の NGO が調査したと、世界の経済力ベスト100を選ぶとですね、もう69が企業なんですね。で、31が国ということでありますので、えー、まあ、本当、 まあ、ウォルマートなんかですねスペインより経済力が大きいとかですねスイスとかスウェーデンとかその国よりも,もう1企業が大きい経済力を持ってるというそれだけ影響力がやっぱ拡大してるっていうのも、まあ、現実でかなというふうにあの思ってます。で、まあ、人権侵害の事例がまあ増加してきたというのが90年代にまあ起きててですねいくつか転換点がありました、まあ、このナイジャーデルタの問題について後ほどあのお話しできると思います。 でえー、1997年にジョン・ラギーさんという方が出てきて、ですねでグローバル・コンパクトが、まあ、スタートして、ですねアナン事務総長がこれから人権の主流化なんだと言った時です。人間の顔をしたグローバライゼーションで、えー、人権の保護、支持、尊重があされるべきであると。 いいううこことととを述べているということですねで、まあ、人権は何よりも優先する重要な価値なんだという意識が皆さん変わってきたし人権侵害による製品サービスを流通させてはならないとか。 企業に対する社会的な課題解決への期待のためということもありますので人権を尊重し持続可能な社会へ貢献する企業が21世紀に企業価値を高め発展することができるという大きな流れになっているのではないかなというふうに思います。 まあそういう意味で SDGs の本質はすべての人々の人権の実現というところですね。まあ、今日は SDG 推進者がぶっちゃけしゃべるということで言っていますが、SDGs の目標の中に、17の目標と169の中に民主主義とか人権というのは何にする言葉なぜか。 これを169のターゲットと17の目標を達成すれば人権を守られて、そして民主的なあの社会になるという理屈なんですね。だからこの16、のターゲット、あの17のターゲットを見て、あ人権なんか書いてないからもう関係ないんだじゃなくて、これをやることが人権になる。そういう意味では全文のところにですね、十何箇所人権の実現、全ての人の人権の実現、えーまあ、国連人権宣言とかいろんなことが書かれているわけですよね。 だからそれを達成することがそうなんです人権の実現なんですよという立てつけに本来はなってるんですけどな、ま、かなかそういう,ふうには見えないっていうのが今の実情かなと思っておりますで問われる企業の社会的責任でこれから紹ご紹介するのは伝統的なこれまで起きた、まあ、知っといていただきたいあの人権侵害の実例であります例えばナイジェリアという国はモノカルチャーで、まあ、天然ガスとか石油で 国国が成り立っている国なんですね、まあ、今は必ずしもそうではない部分もありますけれど UNDP の調査によると76年から2001年まで6800回ぐらい、えー、事故があったということなんですね、まあ、原油流出があったという,もうとてもじゃないか、まあ、大変な状況で,です、ね、環境破壊にあって苦しんで反対運動をしてた。 で反対運動を行ってたケンサロイワさんをはじめ運動家が9人が90逮捕されてです、ね、95年に処刑されてしまったというのは非常にショッキングな出来事がありました。 でえー、シェル社がもうかなり独占的に、えー、開発をしてたんですが、まあ、暗黙の加担と批判されてです,、ねえー、すぐに英連邦の資格が停止されてしまったとつまり企業も影響力が多い大きいはずなのに暗黙で黙っててです、ねまあ、そういう人たちがあの逮捕されて処刑されてしまったということに対して何も影響力を発揮しなかったということが批判されたのがこの大きな例で、えー、ありますので、まあ、ここが一つの転換点に まあなっている部分もあるんじゃないかなと私は個人的に思っています。えー、皆さん、えー、ワクチン接種はしましたでしょうか。ファイザー社ファイザー社って何回も <laughs> 聞きましたけれど、まあ、ファイザーもいいことばっかりじゃなくてですね、えー、一番大きかったこの人権の問題では、えー、ナイジェリアのやっぱり途上国のところでですね、えー、髄膜炎治療のトロバンっていうまああの治験をやったんですね。 そしたら200人のうち11人が亡くなって、数名が重篤な後遺症を負ったということで、30余りの家族がニューヨークの裁判所に訴えたんですけれど、ファイザー社は事実無根だと、当初は言ってたんですが、最終的に賠償金の支払いに応じたということなんですね。で何が問題かというと、というちゃんとやっぱ説明、 責任を果たしてなかったとやっぱ途上国で安く治験ができるということで、えー、まあそういうところに頼ってしまったファイザー社がしっかりあの説明できなかったんではないかとやっぱりあのちゃんと、まあ、理解力もない中でですねちゃんと元もとも,もらくちゃんとしたあの記述があったと思うんですけれど、えー、それをもとにやった結果そういう11人が亡くなったということで大きな騒ぎになった。 でファイザー社っていうのは、あのまあ、例えばもう一つ結構、ちょっと視点が違うんですけれど。 死刑に自社の製品を使うなということで2016年に発表しております。まあ、ご存知のようにあの死刑制度って世界でも140カ国以上が廃止をしておりまして、まあ、逆に日本が特殊なんですけれどあの患者のイージを救ったりするために我々は薬を製造しているのに執行で用いられることに強く抗議するということでもう一切そこで販売しなくなったんですね。まあ、それでで他他の他社製品を使ったことで まあ、あのすぐに亡くならずですね、逆にあの、まあ、人命を苦しめたっていうのはありましたけれど、まあ、ファイザーはこういうこともあの、まあ、やってる会社であるということだけご紹介したいなというふうに思うんです。それから伝統的にはサッカーボールですね、90年代のナイキのサッカーボールって結構有名な事例ですけれど、やはり当時は手縫いのサッカーボールっていうのは非常に重宝されてですね、えー、子どもは学校行かずに手縫いのサッカーボールを作ってやってて、それを 選手が使ってたと、まあ、そういうのもあのサッカー協会が、まあ、人権力を入れる一つの,あの過去の事例としてはそういうのがありました。で97年にナイキが委託するインドネシアベトナムで、えー、いろんな人権侵害問題が起きてですね、えーまあ、販売の不買運動が起きてですね非常に大きな。 影響を受けたたいうのが97年に、えー、ありましたそれを踏まえて今ナイキではやっぱ人権にしっかり対応しているということですね。もう一つの伝統的なやつがコットンこれはいまだにコットンで、あのー、ウイグル自治区で、あのー、問題になってるところなんですけれどやっぱりその子どもの手で採取するっていう意味では小さい手が結構 あの使いやすいということで、結構子どもを労働力としてです、ね、使ってたということで、まあ、とりわけハイブリッドで受粉、えー、させるのに子どもが学校をですね、まあ、学校大体あの、まああの、渡積みをするときには学校2か月間休んで,です、ね、渡積みをさせることをやっててです、ね、反対運動が起きて、ですね英国ールマートうんぬんというのは、もうウズベキスタンからのコットンをまあ買わないということを決めたというのは過去ありました。 で先ほどのファーストファッションですけども、これも伝統的な、もうあの知らない方はいないと思うんですけれど、えー、93年に発生したバングラデシュの縫製工場のビルの崩壊で1200人以上の方が亡くなったと。もともと4階建てぐらいのところを積み増して、8階、9階とか、どんどん上に乗っかってです、ね、それでミシンを大量に入れてです、ね、一斉にミシンが動き出してひび割れしてです、ね、くしゃっと潰れて1200人が亡くなったと。まあ、ここに有名な えー、ブランドの衣服がそこでやっぱり、まあ、あの塗られてたということでですね、まあ、大きな問題になってその後、あのー、いろんな基金ができたんですけれどまだまだ登場だと。 いうことも言われももともとそこで働いてる人はちょっとあのおかしい状況になってるということで前の日も警察が来てあの調べては行ったんですけれどあの、まあ、働いてる労働者が一番よく分かりますからこういうところであのミシミシ言いながらです、ね、日び荒れしたところで環境の中でやっぱりやった結果翌日に、えー、崩れて1200人の方がやっぱり死んだと。 いうことですねでこれはあの新聞で出たんですけど22ドルのまあ安い比較的安い原価なんですけれど、えー、流通小売税金に10ドル50ドルを使うんですけど縫製工事は1ドルしか払われてなかったと。でほとんども利益が出ない状況の中でですねあのそういう出稼ぎ労働者の人を使って、えー、こういう事故を起こしたということで結局まあ有名なその まあ、セレブを使ったそういう宣伝にお金は使うけれど結局法制工庁には一度しか払ってなかった、まあ、それによってですね、えー、まあそういう安全管理がやっぱりできなかったとっいうのはこのメディアの調査であの言われておりたところであります。これあとパーム油のサプライチェーンですねこれもあの日本はあんまり隠れたオイルというふうに言われてるんですけれどあのアイスクリームとか まあ、アイスですねあのクッキーとかいろんなものにあの使われてますんで見え,見えないんですよ。あるいはあのシャンプーとかあのお化粧品にも使われてるんですけどこれがやっぱりあの環境破壊と、えー、自動労働のなり、えー、劣悪な状況の中でですねあの、まあ、それが作られて、まあ、日本に輸入されてるっていう。 ことこで大きな問題に数年前、まあ、RSPO というその承認があるんですけれど現実にはそれは必ず守られてなかったということなんでもうプランテーションなんでその熱帯雨林を開抜してですねそこをプランテーション化してやるということで、まあ、安いんですけれどさまざまな問題が起きたという意味では、まあ、結構その後の大きな改善にも少しずつがつながっているのかなと思いますがいまあ、未だにこういう問題はあると。 いうことですねまたさっき冒頭言いましたあのコバルトなんですけれど、えー、世界の生産量の、まあ、5割だとか6割とか言われてるんですけれど、まあ、そこのと、まあ、ばられたコバルトがもともとコバルトは結構危険な鉱物なのでそれを手で掴んで,です、ね、子どもたちがより分けてです、ね、や,っぱやってるとか、まあ、これもまさに児童労働で危険な労働ですけれど劣悪な状況の中でそれが世界を回ってです、ねえー、ソニーとか アップルの携帯に使われてたというのが分かってですね、まあ、これで対応があの少しずつですけれどね、進んでるんですが、このコバルトを使ったまあ、電気自動車ということが、やっぱりもともと目に見えないわけですね、そこは。まあ我々はまあ,あ CO2 を出さない電気自動車乗ってるからよしというわけには必ずしもならないということも、まあ、あの理解しないといけないんじゃないかなと思います。まあこれあの もうそろそろ時間がだんだん迫ってきましたけれど、もうこのオープンな情報でこれ、たどっていくだけで、ですねそれがどこに流れたかと、まあ、ここにアップルとか、フォルクスワーゲンとかあの、挿入者が出てきてですね、まあ、すぐさまアップルは、 まあ、対応を全部オープンにしてですね、えー、プレイサビリティをまを、あ、高めてですねやってきたという、まあ、この間のでもいまだにこの問題はですね今後ともやっぱり続くんではないかなということでいまだにまだあの消え去ってないあの問題であるということは言えるんじゃないかと思いますし今後その電気自動車が本格的にこれガソリン車の代わりになっていった時にですねまあどんな問題になっていくのかなというところはリチウム。 と合わせてですね、いまあ、未だに大きな課題で、まあ、今後のまあ改善も含めてですね、あの大きな問題になっていくということはあるのかなと。で、えー、もう最後になりますけれど、えー、人権侵害の事例8、カタールで来年ワールドカップがあります。そもそもカタールの人口の国民は31万人います。外国人は230万人います。つまり海外の人たちが 出稼ぎに来てですねワールドカップの,あの、えー、競技場を相当作ったんですね。でその過程で、まあ、これも実際の数って分かんないんですけれど、まあ、いろんなそのメディアの報告によると、まあ、数百人死んだとかですね えー、各国の労働環境で少なくとも6500人はなくなっているとかっていうところもあるんですけれど、まあ、そもそもこういうところであの競技場を、まあ、作る必要があって開催する必要があったのかっていうところからいくとです、ねまあ、ここもあの、まあ、労働災害の問題とか、えー、ビザを取ってです、ねまあ、返さないとか、えー、賠償が少ないとかいろんな問題がここでまあ絡んでるんで、まあ、その中のワールドカップという意味においてはですね、まああの家計を まあちゃんとしっかり見ればですねいろんな人権侵害がここにまあ絡んでるなというふうに思います。まあ、それでそういうのを経てですね2011年にビジネスと人権に関する指導原則っていうのはまあできていくんですね。まあ、当然その国の人権を保護する義務はありますけれど、えー、人権を尊重する企業は責任があるんですいうことでで、えー、救済へのアクセスっていうこともまあやらなきゃいけないっていう、まあ、こういうあの、えー、国と企業 そして、救済へのアクセスというまあ、そういう枠組みの中で人権デューディリジェンスっていうのがありましてですね。まあ、これもあの説明すると長いんですけれど、そこに市民がステークホルダーが関わっていく必要があるんですよね。ですから、この企業がやってる。まあ、あのビジネスに関わる。まあ、人権問題についてもですね。まあ、積極的にやっぱりステークホルダーが関わっていくっていうことが。 ルール上もこの指導原則の中でも決められてますんで一人一人の市民がやっぱり関心を持って進めていく必要があるんじゃないかなと思ってます。企業の人権を尊重するデュー・ディリジェンスっていうことはもともと金融用語なんですけれどあの、まあ、人権方針を作ってどういうビジネスのサプライチェーン上に人権の侵害の可能性があるのかそれを特定して緩和し やってでも結局起きたらそれをちゃんと救済やってステークホーダーとちゃんと話をしてほしいということです。でこれが昨年10月に行動計画が日本もで来て人権というリジェンスをやってくださいということを言いたい。まあ、その中であの市民あるいは NGO 等がですね、エンゲージメントとして関わっていくことが求められてで、ヨーロッパではもうすでにこういうことが先進んでましてですね、どんどん法制化に流れているんですね。 というもののががやっっぱ必要にになててきてるんですねこの6月に人権、DD、を義務付ける法律がドイツでできますドイツは進んでるんですがそれでもやっぱり法律がやっぱ必要だということですからいずれに読んでもこの法律の流れがやっぱり来るんではないかということですね。で人権 DD の方はですねまあもちろん企業もですねやっぱ競争条件を合わせると一生懸命人権侵害をなくすために取り組んだら自分たちが不利にならない。 でも競争条件を合わせれば、その法律で縛れば、ですね、まあ、やっぱり条件は一緒になるということもあったりとか、ですね、まあ、投資家もやっぱり投資家を求めているレベルの透明性が確保できるとか、いろんな意味であの法制化というのは必ずしも厳しいだけじゃなくて、ですね企業にとってもプラスになる要素というのは非常に多いんじゃないかなというふうにあの思ってます。えー、そういう意味では、あのまとめになりますけれど、まあ、人権侵害による商品、サービスはやっぱり買わないと。 いうことをおやっぱり一人一人がやっぱり意識して、えー、持っていくことがやっぱり最終的にあのそれをなくすことにつながるんじゃないかなもちろん企業とかもちろんああのまあ、NGO の取り組みも必要ですけどベースにですねやっぱり人権は何よりも優先する価値なんだということを持ってそれを想像力を働かせ 企業に求め人権に関することに対して侵害についてやっぱり許さないぞと、それを消費行動とかいろんなカードでもできますし、企業による透明性を求めたり、ですね人権デュリーディジェンスの促進を求めてエンゲージメントを積極的にやるとか、ですね世界の動向についてアンテナを高くするとか。 人権に関する意識が高く公約に掲げている政治家を選ぶとかですねもう選挙公約にヨーロッパでも入ってるんですよね人権デュエリエンスを私はやりたいはいやそうしないともう当選しないぐらいにやっぱり進んでるっていうのもこの事実だというふうに思いますんでその原点は 企業人の前に、NGO で働く前に、一人の自立した、独立した市民なんだって人、我々一人がそれを人権を守っていこうという意識がベースにあるということが、まあ、社会を変える、やっぱり大きな原動力になるんじゃないかなというふうにあの思っておりますんで。 えー、そろそろ40分に、えー、あ40分、あそうか、もともと始まったのは少し5たって、私自身が勘違いしてたというところですけれど、まあ、あの一気に行ってしまいましたので、ここで戻る,戻るとですね、えー、感じよくないと思いますので、あの後で質疑の中でですねあの、お答えさせていただきたいと思います。じゃあ、井原さん、よろしくお願いしまますあありりががととううごござざいいしたます。えー あの若林さんの話の中で企業 NGO 関係なく我々はそ,そういう企業人である NGO の職員であるの前に市民があるということはすごく力強い言葉だったと思いましたあのえ皆さんからのご質問ご意見等はチャットボックスの方で受け付けておりますのでまだ何も書かれてないんですが多分若林さんの話がすごく引き付けられたのであれだったんですがあのもしえー こ,こ,こちらの方に記入していいただ,くだと思います、えーまあ、こうした取り組みというのは、あの今、企業企業と話をしても聞きましたけど、NGO としてもやはり取り組まなければいけないということも、えー、多くありで、その辺の話を、えー、柴田さんの方からしていただければと思います。柴田さん、準備の方はよろしいければ、えー、と共有を通してあ、柴田さんの方かにできますかね。うん、すみません、ちょっと共有停止します。 失礼しました。はい、ありがとうございます。では、えー、ジャパンプラットフォーム柴田と申します。私の方から、はい、ではちょっとスライドを共有をさせ。 ははい、い、見えてますでしょうか、はいえーとはい、今、あのギャラシさんからご紹介ありましたけど私はです、ね、あのまジャパンプラットフォームという、ま、NGO のネットワークに、えー、いるんですけれども、ま、2003年からあの日本の NGO で、えー、主に人道支援にずっと関わってきました、ね、そので NGO の立場から、えー、NGO の人権を守る、えー、責任 まあ、取り組みということをちょっと、はい、10分ぐらいでご紹介をできたらと思います。で私から今日2つです。NJO にとっての人権ですね、えー、被災者の権利を考えるということと、まあ、NJO はです、ねあのーまあ、いろんな NGO がいるんですけど基本的にやはり人権ということがあの常に、えー、念頭になりながら活動している、あのー、グループなんですけれども、あのー、そうは言ってもやはり、えー、これまでたくさんのやはり失敗と反省がありました。なののでで、えー、今までのその の失敗から学ぶということでその事例を一つご紹介をしたいと思います。 ではまず1つ、この問いから皆さんにちょっとご紹介をしたらと思います。あなたの善意は本当に被災者に届いているのかというちょっと根源的な問いですけどあの N g o は主に支援をあのメインに活動していて私自身もその支援活動自体が仕事なんですけどやはり支援活動自体はですね、あのもう N g o だけがやるものではなく企業でも個人でもあのいろんな形で支援活動ということはできると思います。で特に近年日本では、ま、あ 毎年あの大規模な豪雨が発生をしていますので、えー、おそらくですねあの多くの,あの方もですねそういう、まあ、家が流され、えー、何もかも失った方々を見て、まあ、何かできないかということをあの思われる方も多いと思います。でもしかしたら、実際に、えー、寄付をしたり、支援活動をしたり、もしくは企業としてあの支援をされたりという方も多いんではないかと思います。じゃあ、ちょっとここでですねぜひ皆さんにじゃあ自分ができることは何かというのをちょっとあの頭に思い浮かべて,みていただけたらと思います。 思いますえー、もしかしたら水がないという報道を聞いて水を市役所に送ろうとかですね、まあ、着るものもないので中古の服を集めて避難所に送,送りたいあるいはもう自らがボランティアとして、えー、被災地に駆けつけて何かをしたもしくは実際に行かれた方もいるかもしれませんでは、えー、とちょっとその何をできるかというのはねちょっと見て ちょっと横に置いといていただいて、ちょっと次のスライドです。ちょっとこれを見ていただいて、えっと、これがまあどんな設定なのかというと、ですねあの、まあ、右下の看板でアースクエイクレスキューとあるので、まあ、地震が起きた被災地で、おそらくは寒い山あいの国。 で多くの方が住むところも家を失ったという状況で右側に並んでいるのはおそらく家とか物を失ってしまった被災者の方々が支援物資をもらうために学んでいるとで左側は、まあ、寒いので防寒着を被災者に配っている、まあ、NGO の方という設定ですで、まあ、寒い防寒具としてこのうさぎの着ぐるみをですねあの 渡しているわけですよねでおそらくこの一番手前の、えー、男性がですね、まあ、えピンクのうさぎっていうあの反応をしていてで上に書かれているのはいや何もないよりマシでしょって言っているというところです。でここで、まあ、皆さんどんなことを思われるでしょうか。もしかしたらもう本当にもう、まあ、緊急事態だし、えー、もういいんじゃないあったかければと思うかもしれません。 もしくはもうピンクのうさぎなんてちょっとありえないでしょうと思うかもしれません。で被災者目線で言えば、まあ、支援部署をいただけるのであでもう何でもピンクでもうさぎでもしょうがないかって思われるかもしれません。 では、えっと、じゃあ実際、我々、常に支援をしている我々がですね支援の時にあに大事にしているものは何かという NGO のまあ基本の木というところが何かというのを2つ、ここでご紹介をします。で先ほどまあ若林さんのお話にあったそのやっぱ人権というところがやはりあの常と重なるんですけどあの基本的な考え方としてやはり被災者はですね哀れみうべき人ではなく尊厳ある人間であるというのが基本です。 であのどうしてもですねあの逆にその自分が被災者になったという時もえ考えると、まあ、支援をいただけるんだったらもう我慢しないと,というものがあるかもしれないけれども、まあ、そうではなくもしそういうふうに思ったとしたらあのもしかしたらその尊厳があるというところをあのもしかしたらえそこが叶えられていないかもしれないということですね。であの支援ににあたたってははですねやはり人間がが生ききるために必要な権利がえきちんと えー、権利が失われているという考え方から支援を実施をします。でより脆弱な立場にある人々に、えー、支援の優先度が置かれるんですけれどそれは、えー、その被災した方々あるいは貧困にある方々というのがその必要な権利というのが、えー、著しく失われているからです。で例えば最低限の住居 あるいは食料、水への権利であるとか、教育を受ける権利、えー、意見を述べる権利が失われている、だからこそ我々はそれを保障するために支援をするという、はい、考え方ですね。で、これからするとですね、じゃあ先ほどのじゃあピンクのサギが本当に尊厳ある支援物資だったのかということですね、でもしくは中古の医療を送ることが、 尊厳ある支援だあの保証だったのかということはあのぜひ考えないといけないというところが、えー、我々が常に考えているところです。であのやはりですねネ e、ね、オもなかなかこういうことを手探りでやっていますので、えー、じゃあどういうことがその、えー、権利を保障するものなのかあるいは、えー、支援の質を上げるものなのかということは、えーまあ、いろんな色の過去の、えー 事例とかです、ね、失敗から、えー、いろんな基準であるとか、えーままあまあ、マニュアルというガイドラインというものがたくさん出ています。でこれは今代表的なものを2つ挙げましたスフェアハンドブックというのは、えー、459ページあるあの長いものですけどいろんな、えー、そういう、えー、支援をするために、えー、必要な基準であるとか、えーまあ、示唆ということを見えるものがあって我々はこういうものを参考にして支援をしています。 でですねえー、そういうま常に人権にアンテナを張っている NGO でもやはり完璧ではなく、まあ、やはりあの過去にたくさんの失敗をしてきたというところですけど、まあ、事例として今日紹介したいのはこの性的搾取、暴力、ハラスメントからの保護という、まあえー、我々は PSEH というふうに呼んでいるんですけどこの性的搾取、暴力、ハラスメントからの保護というところの事例をあの今日は紹介をしたいと思います。でこれはですね えー、まあ2018年の、えー、イギリスのダ・タイムス紙というまああのイギリスではあの一番有名な新聞社ですけど、そこのトップページに出た記事です。でこれは何かというとですね、2010年のハイチ地震の時にマイネージの職員が被災者に対して支援の見返りに性的関係を迫ったというのが、えー、この時のニュースのトップニュースになりました。でこれはもう新聞だけじゃなくてですね、イギリスではも非常に大きなニュースになり、まあ連日新聞だけではなく。 テレビのニュースもさまざまなメディアがもうトップで、あのー、扱うという非常に大きなあの事件になりました。で特にイギリスでは、ね、ですね NGO 特にこのオックスファムという NGO は非常にあの知られた NGO であの、まあ、支,援者支援団体としてあの信頼を得ている、えー、ところだったからこそあのこういう事例がです、ね、大きなニュースになったんですけれども、えー、でここで問題だったの、ね、はやはりその 支援をする側本来その権利を保障しないといけないところがまあ被災者の権利えっ、ー、とまあ弱えっ、ー、とまあその立場の差を使ってですねあの性的環境を迫ったというところで非常に大きなあのニュースになりましたでえっ、ー、とまあこの性的搾取暴力というのは実はあのまあこれが初めての事件ではなくですねあの1990年代からあの特に国連 PKO 党の間でえこういうい事件が非常に問題になっていたテーマであの90年代以降あの国際社会が非常に取り組んできた課題でありました。でそれにもかかわらずこの2018年の2月に奥様の事件が表に出たということで、えーまあ、それまで取り組みはあったんですけれどもさらに取り組みが進んだというようなあのことがありました。でこれを 機会にですね、具体的にはですね、この2018年10月に、まあ、イギリスの政府がホストしてセーフガーディングサミットというのが開催をされまして、まあ、主要なドナー国ですね G7 の国、まあ、日本も含めたドナー国それから国連機関 NGO 企業も集まってこの,、えー、この問題について集まって まあ対応を話し合ったというのが大きなあのイベントでした。で、ここではですね。あの参加者がこの対応強化すること。それから説明責任を向上することということを謳ったま文章を署名したというのは大きな成果になりました。で、それ以降ですね。あのまあ国連機関とか政府。それから、えー、oda を使って。 ODA 事業に関わる NGO だけではなくてコンサルタントであるか企業も含めたところにです、ね、この取り組みを義務づけるというようなこともどんどんと進んでいます。で我々 NGO はです、ね、これを受けてです、ね、あの残念ながらちょっと日本の政府というのがこの対応を遅れているという背景はあるんですけれども有志の NGO で集まって昨年から PSEA ワーキンググループというのを立ち上げて、この取り組みを推進するという活動をしています。ええーまあ、活動としては 研修をやったりであるとか、えー、セミナーをやったりということもしているんですけど、まあ、その一つとしてこのハンドブックというのをあの作成をしましたでこれはですね具体的にこの性的搾取虐待ハラスメントを防ぐために、まあ、どうやったらいいのかという具体的な方法を示したハンドブックなんですけどもともと英語版であるものをです、ね、日本語に訳してですね、まあ、さらに日本での事例を足して、まあ、日本で使いやすくするということをえしましたでこれは主にあの向け ではあるんですけれどもあの N 条だけではなくて支援に関わるあらゆる、えー、組織が活用できるようなものになっています。であの1つあの皆さんにぜひあの最後にお伝えしたいのはですねあのこういう性的暴力というのは日本では、えー、日本の被災地では、えー、性的暴力が起きないという思っていることが実は多いんですけれども、えー、実際にですね過去の大きな災害ではのレポートだと東日本 あるいは熊本地震でもさまざまな性的あの暴力の被害が出ています。 で東日本ではあのこの、えー、と東日本の女性を考えるネットワークというところがレポートを出しているんですけれども、えー、たくさんの事例が報告をされていまして仮設住宅で活動するボランティアが被災者に対して性的関係を迫ったであるとか熊本地震の時にも避難所でボランティアが、えー、避難所にで生活をしている、えー、女性にですね、まあ、交換をするというような事件が、えー 報告をされています。で、それ以外にでもですね、避難所への除きであるとか、盗撮とかですね、そういったプライバシーの侵害というのが、実はたくさん起きております。なので、えー、日本でも一言ではないです。あの、もう日本でも毎年のように避難所があの設定をされていますので、あの、誰にとっても、これは一言でもないということで、あの、これはまあ個人でも、あの、十分にあの、使えるものですので、ぜひあの、参考にしていただきたいなというふうに思います。 はい、えー、ちょうど時間になったので、はい、とりあえず私からは以上です。はい、ありがとうございました。えー、今すごい紹介いただきました PSAH ハンドブックですね。今あのチャットの方に高杉さんの方から、えー、ダウンロードできる無料でダウンロードできますので、えー、ホームページの方が紹介されておりますので関心ある方はご覧ください。 えと今のところチャットボックスの方にこれまで質問、コメント等を頂い,いてないのですが、えー、まだお時間は若干ありますので、1個か2個ぐらいは、えー、7時までに答えられるか、あと言っていたら書かれましたね、えー、とちょっと読み上げます、えー、誰かの人権を保護しようとすることで、それが他の人の人権侵害になるというケースも考えられると思います。 これらに対してはどのように社会全体で考えていくべきだと思いますかっていうことなんですが、えー、どうしましょう。奥林さん 何かその具体的な治療でどういうことがあったかっていうのをちょっと教えていただけますかね。で、一つその前に r s p を私、承認と言ったということでご指摘があったんですが、もちろん r s p を認証の間,の間違いですので、あの失礼いたしました。そこはあの訂正をさせていただきます。もうちょっとその最初の質問のところを、ちょっと具体例を挙げて、こういうことが起きてるんじゃないかって言っていただけるとあのいいかなと思いますが、いかがでしょうか。よろしければ、ゃあのミュート外してご発言いただいて。 ればと思いますいいろいろ勉強させてそうですね、ちょっとあのど,どこまで具体的にしようかなと思ってたんですけれども、例えば、なんか今、多分問題ないろいろ議論があるのは中絶の問題をどうするかとかその、例えば、望まない妊娠をすることで、でもその赤ちゃんの人権っていうのをどうするかですとか、 あの多分 LGBT とかもその彼らのその権利プラスまあその性差っていうところで、まあ、女性のけとしての権利っていうのをどういうふうに考えていくかですとか多分そのいろんな多分人種とかの問題でも今いろいろ多分、まあ、BLM とかもそうですしいろいろなんかすごくこのメディアの中で今、まあ、ホットなトピックとして取り上げられていると思うんですけれどもなんかそれを多分 片方の人権を,をもっと尊重しようとすると、他の人のなんか多分人権が侵害される可能性っていうのも考えられると思うので、なんかそういった部分に関しては、なんか社会全体としてなんかどういうふうになんかバランスを取っていくのがああのいいのかなっていうのをあのちょっとお伺いしたいと思ってあの、はい、あの質問させていただきました。よろししくお願いいますはい、あのー 基本的な部分として一般的には一人の人権侵害が他人の人権を侵害あの人権を守ることで他人を侵害あのすることになってはいけないわけでそこはその人権基準を作るときに、えー、そこは精査されて作られているというふうにあの思いますから。えーまあ、よくあるのはあの ヘイトスピーチ等の問題で個々人は人権があるとでも他人の人権侵害を促進させるようなことをま言ってはならないということはまあ当然なことながらやっぱりあるかなというふうにあの思いますからあの可能性としてそういうものがあのないわけじゃなくてですね、まあ、それをどうやってえーこのルールの中でですね、まあ、議論してそれを守っていくかということのが必要じゃないかなというふうにあの思ってますんで。 今日の人権は明日さらにやっぱり進化していくということが人権のやっぱり一つの性格としてあるんですね。今日なかったけれど今から1年後には新しい人権になっていると、まあ、それがやっぱり議論を通じてやっぱり進化していると。 いうことにまあなるんじゃないかなというふうにあの思いますんで、まあ、先ほどのトランスジェンダーでえー陸上競技でもともと男性であった人がそういう女性の競技に出てあのメダルを取ってってだからそれ自体もさまざまなやっぱりポイントがあってですねやっぱり今議論をしている最中なんですね。 それをどういうふうに取り扱ったらいいのか、医学的にどういうふうにあの規定したらいいのかっていうところもやっぱりあるんではないかなというふうにあの思ってますんで、まあ、そういうさまざまな問題については、まあ、今後やっぱり議論していくことが引き続き必要なんじゃないかなというふうに思ってますんで、まあ、人権というのは常に、まあ、進化していくと、まあ、それにはやっぱり人々の参加型のやっぱり議論がやっぱり必要だということですねあの。オリンピックが最初女性禁止だったというところからやっぱスタートして、今は人権の やっぱり採点と言われるぐらいに、まあ根本原則で、さまざまな形で、やっぱ変わってきてるということも、あの、あると思いますんで。まあ、ぜひ、そんな議論にもですね。一人一人が、やっぱ参加していくことが重要なのかな、というふうに、あの、思ってます。まあ、とりあえず、あの、えー、以上です。はい。ありがとうございます。えー、追加で、また質問を受けてるんで、申し訳ございません。一旦、あの、七時という時間の枠としては。 もうあと1分ですので、すみません、柴田さん、最後にあの次回の告知だけさせていただいて、でえっと、いただいた質問に関しては、あの放課後タイムのところで、えー、申し訳ないんですが、もしあの残っていただける方、いただければあの、そこに答えしていくというような形で進めていければなと思いますが、すみません、あの区切る前に、中締めの前にすみません。せん次回の。はい え次回は、えー、9月17日金曜日を予定しております、えー、今度のぶっちゃけトークということで、えー、進行司会進行は役はあのジェンの木山さんにお願いしてるんですが、SDGs の深い話、より豊かなインパクトを出すシステム思考と組織運営ということで、すごくあの概要を聞くと、 ワクワクするような、本当に内容になっています。個人や、えー、組織がどういうふうに SDGs を叶えるのに本気で、本気でやるならどういうふうに考えていくのかということが紹介されると思います。ぜひ、お時間ある方、あのご関心ある方、ご参加いただければと思います。よろしくお願いします。ということで、一旦あのここで、えー、7時になりましたので、えー、今日は島、あのー、田さん、若林さん、貴重なお話ありがとうございました。 えー、拍手をお願いいたします。一旦中締めとさせていただきまして、ほ、え、か、ー、ことトーク、このまま <laughs> あのだらだらと続けていきたいと思いますが、えー、シブレスで、シブレスだ,だ、ね、シブレスで、ね、続けていきたいと思いますが、抜ける方は、ね、あのあ先ほどなんか質問が一部来てまして、まだ答えてないんで、はい、それも引き続きやらせていただきます。